い、こんにちは、ジュノです。今日はイベントの日の朝の様子を手短にお伝えします。これは最近ニキビがね、ちょこちょこ治ってきてるんですけど、あごにできちゃったので、朝はメイクするので薬を、なんかさっぱりしてる薬をつけてます。何このニキビで。唇の保湿はバセリンです。常にバセリンです。持ち歩きもバセリン。鼻かみすぎてさ、鼻がパサパサしてるから鼻にもバセリンを塗ってきました。化粧水キュレルのさっぱりしてるやつを薬塗ってないところに、鼻とかね、ほっぺとかに適当にやってます。いろんなのを試したんですけど、もう何を試してもできるときはできるし、できないときはできないから、もうこういうさっぱりしたシンプルなやつにして半年、まあ割と落ち着いたんじゃないかなとは思います。顎にニキビはできたけどもね。でもね、結構さっぱりしてもっちりしていいです。私は好きですよ。はい、乾かしていきます。最近ね、髪の毛をね、ちょっとだけ短くしたので、乾かすのがさ、やっぱそれでもちょっと変わるよね。楽になるよね、短くすると。はい、私はくせ毛なので前髪も後ろの髪の毛もこんな感じでうねりが残ってます。残ってます、うねりが出ます。メイクしてます。特に言うことはないです。お、つけまをつけます。今日はね、玉川温泉のイベントなのでつけまをつけようと思います。これはシーンで買いました。韓国風。このままでもね、まつパーしてるからまつげは結構上がってはいるんですけど、まつげをつけたらこんな感じ、どうですか。やっぱイベントの時はね、バチって方がねいいと思うので、私はまつげをつけることが多いです。眠いよね。たくさん睡眠取れたのに、この日はやっぱ朝は眠たいもんです。これはマックの、メイクキープミストいただいたものなんですけど、たくさん振りかけた方がいいっていう方のことを聞いた、たくさん振りかけてるんですけど、振ってこう顔に風を当てるとすごい気持ちよくって涼しくってね、陽気ですよ。やってる方はもうご存知だと思うんですけど、前髪がうねってる、なんかちょっと嫌だななんて思ってますけど、私はね、口紅をね何本も持ち歩くのが好きで、今日は 2,3 着衣装を着る予定なので6、7本ぐらい持っていこうと思って、これね、いただいた新作じゃない、いただいたばっかりの真っ赤のマキシマイザーを塗って、お、いいんじゃないと思って、これ1本でもさ十分だよね、グロスっていうけど。はい、髪の毛も完成してこんな感じに出来上がりました。今日もイベント頑張ってきました。皆さん、また次の動画で会いましょう。またねー。